妙高地域坂口神殿の県営農地環境整備事業の起工式がこのほど行われ、本格的な工事が始まります。今回整備されるのは、妙高山麓都市農村交流施設ハートランド妙高から直売センタートマトの周辺に広がる農地20ヘクタールです。これまで測量などの準備が実施されてきましたが、このほど終了し、一区画20アールの区画整理が始まります。総事業費は4億5000万円で、工期は平成30年までの5年間です。起工式では新村市長が挨拶しました。私も今日、今まで ありました農業の形がです、抜本的に変わっていく、そして、未成立だった皆さんのこの地域がですね、新たに、このほど国の進めてます政策にのっとってですね、新たなです、地域の一つの形ができていくもの、そんなふうに感じているところでもあります。また横尾県議会議員も今後への期待を述べました。でトマトの時に私も自分としてはこの地域大好きになった事業は、その後上越地域振興局農林振興部山田農地整備第一課長が事業概要を説明しました。敷地には19ヘクタールの農地と1ヘクタールの大きなビオトープが造成されます。ビオトープは妙高山麓からの冷たい水を太陽光により適温に温め、耕作地へ供給する役割を担います。また植物や昆虫などの生息地としても期待されます。その後施工業者や坂口神殿区長など6人で区入れ式が行われました。大体ですね、農業の今の環境ですね、国もあるいは国際的にもですね、厳しい中で新たに後継者を作るとか、あるいはみんなでね、地域を残すという一つの素晴らしい私形だと思います。我々はみずほの国の国民で、農業こう稲作によってですね、地域の文化ができてます。そういうものをね、新たなまた投資をすることで後世に残すという、これ大事業だと思います。応援していきたいと思います。坂口元気農場を中心として、なお整備された耕作地のほとんどは地元の農家で組織する農事組合法人坂口元気農場が担い手として稲作を行うことにしています。4月17日、坂口神殿区長広下正夫。